ビ<ス>脳に超音波を当てることで驚くべき現象が起きましたワシントン大学などの研究グループはマウスやラットを用いた実験で脳に超音波を当てたところ体温が下がりそしてエネルギー消費も落ちるという現象を確認、まあ、つまり冬眠のような状態を引き起こすことに成功したと発表しましたえ実際の実験の様子はこちらです この現時点では超音波を当てる前で、まあ、マウスは元気に動き回っているんですがここで超音波を当てると体温がみるみる下がって動きもおとなしくなりますこれ死んでしまったのかと思いきや、まあ、1時間2時間と時が経つと体温が元に戻ってピンピンと動き回っていますね これ実験はマウスやラットを対象としたものではあるんですが、まあ、将来的には人類を冬眠させられるかもしれないということで興味深い研究なわけなんですけれども、まあ、正直言ってです、ね、私、冬眠に関する研究のま知識全くないためにですね、果たしてこの研究すごいのかそして冬眠を研究している研究者の間でも果たしてインパクトのあるものなのかというのがまあ全く判断がつきませんでしたので、えー、世界をリードする著名な冬眠研究者にこの論文を読んでもらいまして評価していただきました。 あのまあ、すごくやっぱり驚きましたその特に激しい手術をすることなく何か刺したりとか何かウイルス入れたりとかしなくてもあ,のああいうふうに遠尿に近い状態ができるっていうことで本当に最初見た時はびっくりしました。 とということで日本を代表する冬眠研究者である砂川さんも驚く研究結果だということです、まあ、ちなみに砂川さんなどの研究チームは2020年に本来冬眠しないマウスを冬眠に似た状態に誘導する神経回路を世界で初めて発見し世界を驚かせましたつまり冬眠スイッチとでも言うべきものを発見したということなんですね まあただ、ですね砂川さんらは、まあ、頭にこう注射をして、まあ、遺伝子を改変することによって、まあ、そうしたマウスを作ったんですけれども、まあ、今回のワシントン大学の研究というのは遺伝子をいじっていないいわゆる野生型のマウスに対して、まあ、超音波を当てるだけで冬眠のような状態にできたというそのまあお手軽さがですね今回の研究の最大のポイントだとしています。 でまあ、そもそもなんですけれども、なぜ人工的に冬眠のような状態を引き起こすという研究が盛んに行われているかというと、ですね、まあ、昔から SF 映画とかでですね、まあ、宇宙船で遠い惑星に行くという際に、コールドスリープとか言って、ですね、まあ、冬眠状態で旅をするなんていうシーンが描かれてきましたけれども、まあ、そういったちょっと有名なお話は一旦置いておいて、ですね、まあ、現実的なレベルの話として、まあ、なぜ人工冬眠が期待されているかというと、それは救急医療への応用です。 島民動物がしているような島民を人間がもしできたらその重症なお子さんだとかあるいは病院から病院に運ぶと時、まあ、そういう人たちも結局重症なわけですけどそういう人たちを安全に運んだりとかあと何日間かプラスアルファで治療ができてでその間にこう自力で治ってきたりとかっていうことも期待できたりすると思うので本当にできたらもうすごい多くの人が助かると思うんですね。 ちなみに砂川さんには島民の謎について根掘り葉掘り聞いておりまして、まあ、例えば、島民動物は睡眠不足説とかですね、温かい島民が理想なんだとかですね、まあ、次々と面白い話をしていただきました、まあ、そのインタビューの全容は概要欄からご覧ください。 話を戻しますと、人間の体というのは、何もしていないときでもある一定のエネルギーを必要としますよね、これを基礎代謝とかって呼んだりしますけれども、それに対して、ものを食べたりとか呼吸をしたりして、エネルギー供給をすることによって、健康な状態を維持しているという状態ですね。そんな中、重い病気にかかったりすると、このエネルギー供給がガクッと下がってしまって、それが続くと死んでしまうわけですね。 そんな時に、まあ、救急医療っていうのは例えば人工呼吸器をつけたりですね、あとまあ輸血をしたりして、まあ、なんとか外部からこのエネルギー供給をサポートして、まあ、なんとかこう一命を取り留めるというようなことをやるわけなんですがここでちょっと発想を変えて、まあ、病気になってエネルギー供給の量が減ったらそもそも体が必要としているエネルギーのこの需要というものを下げてしまえばいいんじゃないかと。 つまりですね人工的に冬眠のような状態にして、まあ、体温も下げて、まあ、心拍数も下がるというですね超省エネ状態にすることができたらあと1時間とか2時間ですね命をつなぐことができて、まあ、その間にいろんな処置を施せるんじゃないかというのがですね、まあ、人工冬眠が医療の場面で、まあ、期待されるという理由になってきます、まあ、そんな冬眠研究の最新論文の内容についてここから詳しくお伝えしていきます。まずはこちらですね マウスの脳に超音波を当てた際の体温と酸素の消費量の時間変化を表しています、まあ、青のラインが実際に脳に超音波を当てたマウスの様子なんですが左側の方見ての通り体温が最大で3度から3.5度も低下していますねそしてさらに注目なのが右側の酸素消費量ですこれも青のラインを見ていただくと超音波を当てるとマウスの酸素消費量が最大で4割近くも減っています まあ、例えば私がですね1分間に10回呼吸をする人だったとした時にですねまあ、もしですね呼吸の数を4割減らした1分間に6回にしてくださいまあ、しかもそれを1時間続けてくださいと言われたらまあさすがにこれ耐えられないと思いますまあ皆さんもおそらく耐えられないと思います一方ですね 超音波を受けたマウスは少ない酸素でも生き延びて、まあ、12時間後には何事もなかったかのようにピンピン動き回っているということで超音波によって超省エネ状態になっていた省、まあ、エネ状態でも生きられるそういう状態になっていたつまり冬眠のような状態になっていたことが示唆されるわけですさらに論文ではこうした冬眠のような状態は精密にコントロールできると書かれているのが注目ですこちらマウスの体温の時間変化を表したグラフで 横軸の単位はこれ分ではなく時間です。ご覧のとおり24時間にわたって体温を低くキープできていますね。これはですねあの超音波を1回ではなく繰り返し当てることによって実現しているわけです。まあ、やってることは非常に単純でこれエアコンと同じですね。つまり34度を設定温度に定めて、まあ、体温をこう測定していってですね34度を超えたら超音波を当てて体温を下げる。 そしてまたですね、体温が上がってきたら超音波当てで体温を下げるというようなことを繰り返しているという形です、まあ、このようにしてですね、冬眠のような状態を24時間以上継続させることができるんだとそれでもマウスは健康なんだということを報告しています、まあ、ではです、ね、こうした冬眠のような状態がなぜ超音波を当てるだけで引き起こされるのかというメカニズムについての話です、えー、論文ではではすね、 脳の視床下部という部分に存在する TRPM2 というタンパク質が、まあ、超音波に反応し冬眠のような状態を誘発していたと述べています。ま,あ、まず視床下部というのはあのまあここですねここです。 でこれはあの2020年に砂川さんなどが、まあ、いわゆる冬眠スイッチ等でも言うべき、まあ、冬眠を誘発する神経回路がまあここに存在しますよということを示したエリアになってくるんですがでまさに研究チームはそ視床下部というところを狙って超音波を当てているわけなんですがこれ具体的に視床下部のです、ね、何が一体超音波に反応しているのかというのを研究チームは片っ端から調べました。 その結果、TRPM2 という膜タンパク質が、まあ、実際に超音波を当てることで応答が変わっているんだということを確認し、そしてそれによって体温が下がるという現象も確認したということです。ただ、このですね、TRPM2 というのを発見したから、じゃあ、冬眠のメカニズムすべて分かったかというと、全くそうではありません。えー、こちらですね、マウスの体の温度の時間変化を表したもので、青色のラインが普通のマウスで、これオレンジのラインがその TRPM2 のの発現を、まあ、遺伝子操作でで抑制したものですでこのピンク色のバーンの時間帯で超音波を当てているという形になっていますでもし TRPM2 が超音波によって冬眠のような状態を誘発する唯一の要因であるならばこのグラフどうなるべきかというと超音波を当てた前後でオレンジのグラフに一切変化がないはずですよねただ実際のところは見ての通りガクッと温度が下がっています まあ、確かに青色のです、ね、普通のマウスに比べると温度低下が抑えられてはいるんですが明らかに超音波の影響が残っています。まあ、ということで研究チームが特定したこの TRPM2 というタンパク質はです、ねまあ、超音波による、えー、冬眠誘導の1つの要因ではあるだろうけれどもほ、まあ、他の要因が存在することも示唆されるということで、まあ、まだまだ未解明な部分は残っているということです。 でもあの超音波で反応している部分が他にもあるだろうという点で、気になるのがですね他に気になるのが副作用ですよね、つまり超音波を脳に当てて、他に悪いこと起きないかなというところなんですけれども、これ、論文では、ですね脳内に目に見える損傷や炎症は見つからなかったと述べています。ただ、この点については砂川さんはさらなる調査が必要だと指摘しています。 どうしてもその刺激をするエリアというか場所でですすね空間がまあまあ大きいんですねなので、えっと、僕らが注射をしているのは本当に細胞一個一個を狙うような遺伝子改変を起こすためなのですごくこうもう細胞一個レベルで操作ができるんですけど超音波だとごそっとその辺の細胞数千個とか多分そういう感じで刺激をしちゃうことになるので。 そこがちょっと心配というかその体温も落ちるでしょうけどなんか他にも落ちませんかみたいなあるいは他に何か上がっちゃわないかなっていうとこが心配ではあります一方で砂川さんはですねポジティブな指摘もしていますそれは我々が一番気になるこの人間にも適応することができるんだろうかという話ですこちらはマウスではなくラットに対しても脳に超音波を当てて体温がどうなるかなというのを調べた図でしてこちらも体温の低下が確認されていますね マウスととラット何が違うんだとあのどちらもネズミじゃないかというところなんですけれどもまず、ラットと,というのはマウスよりも10倍ぐらい大きいです、まあ、そんな大きな動物に対しても冬眠のような状態を引き起こせたということでこれもしかしたら人間にも使えるんじゃないかなという気持ちが芽生えてくるわけなんですがたださらに重要なのはですねあのマウスは自然界で冬眠しないんですが日内休眠と言われるですね数時間の休眠つまり数時間だけ体温とエネルギー代謝を落とすという性質はこれマウスは持ってるんですね。 一方大きいラットの方はですね人間と同じく冬眠もしないし日内休眠もしません、まあ、そんなラットでも超音波を当てて冬眠のような状態にすることができたということで砂川さんは普遍性の高い手法の可能性があるとこの超音波の方法というのは普遍性が高い可能性があるというふうに述べています。 まあもちろん、ただですね、人間に対して実験を行ったわけではありませんので、まあ、人間の脳に超音波を当てて体温とエネルギー消費が落ちるかということはまだ分かっていませんそして仮に体温が落ちたとしてもそもそも人間は低体温状態に耐えられるのかというところも不明です 冬眠する動物というのは低体温状態でもこの細胞を一つ一つにダメージが及ばないようなですね何らかのメカニズムが働いているわけなんですけれども果たしてそのメカニズム人間にもあるのかどうかというのはまだ分かっていませんということでさらなる検証が当然必要になってきます。はいということでですね冬眠についての最新論文の内容を詳しくお伝えしてきましたけれども冬眠というのはまだまだ謎だらけです。 まあただですね人口島民は SF の世界の話ではなく着々と研究成果が積み上がっているんだというのは紛れもない事実です果たして島民についてですねどこまでが分かっていてどこが分かっていないのかということについては砂川さんにインタビューで深く聞いていますので概要欄からアクセスしてみてください。非常にに面白いい内容になっています以上理系通信でした